皆さんこんばんは。ウィジードッグクラブトレーナー、ウィジードッグアカデミー講師の石川です。今日もパートナードッグのファン君と一緒に、ドッグダンスの動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今日の動画はドッグダンス初心者向けの動画ということで撮っていきたいんですけれども、前々回ですね、3つのパターンご紹介、ご提示させていただいたのを覚えておりますでしょうか。こちらです。じゃじゃん、A、B、C のパターンで、 A がおいでとツイストを中心とした流れ、 B がウィーブと、決めポーズのバウを中心とした流れで、 C がアラウンドの動きとセンターという位置を、中心とした流れっていう形で、 A、B、C の3つのパターンっていうのをやらせていただきました。で、それぞれのパターンを練習してみてくださいねっていうふうにお伝えしたのが前々回の内容でございました。今日はここからですね、 A から B、 B から C というふうな形でつなげてみたいと思います。で、プラスですね、一番最初2-8だけでいいので、待てをちょっと言ってみましょうか。お座りでも伏せでも OK なので、待て書いてからの A、B、C という流れです。ちょっとですね、カウントを抜きにして、僕とファンで一回流れをやってみたいと思いますので、見ててください。さあ、じゃあファンおいで。最初の待てはですね、正直何だっていいんです。なので、例えば待てかけた状態でワンちゃんの周りぐるっと回ったりとか、待てかけた状態でゆっくりこう近づいていったりとか、何でも OK でございます。その場でリズムとってもいいし、まあ、率直に通路でも OK でございます。じゃあ、ちょっとわかりやすく周りを回ることからやってみたいと思います。待てかけた状態で、1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8 までいきました。ここから A パターンに入っていきます。 A パターンはおいでとツイストでしたね。おいで 1,2,3,4,5,6,7,8 ツイスト 1,2,3,4,5,6,7,8 これが2回繰り返したのが A パターンでした。で、B パターン、B パターンはですね、まずその場で8の字、ウィーブ、1,2,3,4、ウィーブ、5,6,7,8までいったら進むウィーブです。ワンちゃんのスピードに合わせて、ちょっと2回やります。ウィーブ、1,2,3,4,5,6,7,8、2,3,4,5,6,7,8ですね。これ、場合によってはですね、ゆっくりなワンちゃんは8カウントで1回、ウィーブ、1,2,3,4,5,6,7,8、はい、1,2,3,4,5,6,7,8。で、OK でございます。で、その後最後はおいでやって、バウ決めポーズを決めるっていう流れ。これが B パターンの流れでした。で、C パターンはアラウンド。ぐるっと回ってアラウンドを入れてから、待ってかけて人がちょっと前に行ってセンターまで、1,2,3,4,5,6,7。で、もう一回アラウンド。センターからのアラウンド。アラウンド。で、待ってかけて、お座りかけて、目の前まで戻ってフィニッシュ。これが C パターンの流れでございました。はい、お行こう。というような形で、この A、B、C をつなげるっていうのをですね、今からカウントに合わせて、僕も実際にこれやってって言っていきますので、僕の言葉とファン君の動きに合わせて、皆さんも一緒に頑張ってみてください。で、今日はですね、前回よりちょっとだけテンポをアップします。テンポ100でいきたいと思いますが、ワンちゃんはゆっくりめな子であれば、ゆっくりなテンポに合わせちゃって全然 OK ですので、ワンちゃんに合わせたテンポでやってみてください。ということで、聞こえますかね？はい、操作ミス、ちょっと待ってくださいね。はい。はい。このテンポ100ですね。1,2,3,4,5,6,7,8。この流れ、このテンポでやりますので、まずは待ての状態から ABC 流れでやります。言っていきますので、この通り頑張ってみてください。では、行きましょう。3、4、5、6、待てから、1,2,3,4,5,6,7,8、1,2,3,4,5,6、A パターン、おいで、1,2,3,4,5,6,7,8、ツイスト3、4、ツイスト7、8、おいで、2、
5678ツイスト34ツイスト78ウィブ34 5ウィブ78ウィブ34 567もう一回ウィブ34ウィブ78おいで34バウ78アラウンド34567待て12センター待て78アラウンド34アラウンド78お座り待て3456イエイ。はい、あ、噛まなかった。これ毎回噛んでて何回撮り直しただろうっていうぐらい撮り直したんですけど、はい、反抗にこうさんでしたね。よしよし、はいはい、はい、というような形でですね、テンポに合わせてやってみていただけるといいかなと思います。もちろんうまくいかなかった流れっていうのは何回か繰り返し練習してみていただけるといいのかなと思うんですけれども、今のですね流れっていうのを何でもいいので好きな音楽にちょっと当てはめてみてください。で、多分ね、そしたらなんとなくいい感じになるんじゃないかなと思います。なんとなくいい感じになるんじゃないかと。まあ音楽の流れって大体ね近しいものがあるかなと。ごめんなさい、音楽分かってないんです。偉そうに語るなっていうふうに思う方いるかもしれないんですが、まあね、同じようなポップ曲が多いかなと思いますので、こんな流れでですねちょっと前奏を意識しつつ ABC 流れでやってみていただけるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひですねこの ABC の流れでやってみる練習をチャレンジしてみてほしいなと思います。次回はですね、ちょっとここから、この表をまだ使います。この表をまだ使って、ここから今までやってないトリックの順番、つなぎ目っていうのをちょっとお伝えしていければと思いますので、そこも合わせてやっていただければと思います。じゃあ、ほい。いいかー。ということで、今日もですね、ドッグダンス初心者向けの動画撮影させていただきました。ぜひ見ながらチャレンジしていただけたら嬉しいです。ということで、今日はこれで終わります。ありがとうございました。バイバイ。